豊臣鶴松は、安土桃山時代の人物で、豊臣秀吉の着難。鶴松の名で知られているが、陽名は、ステルで、部運長級を祈るために、八万太郎とも呼ばれた。天正17年5月27日、豊臣秀吉の着難として、山城淀城で誕生した。この時秀吉は当時としては、高齢の53歳で、待望の我が子の出生を喜び、 長寿を祈って、捨てると名付けた。これは、捨て子はよく育つという民間の信仰に従ったもので、ある。後に、鶴松と改名したというが、時期や経緯は厳密には不明で、鶴松の名で記した、古文書は、実名経費の習慣もあって極めて少なく、当時は、捨てる君や単には鍵見などと呼ばれていた。鶴松の森役には、老身の石川光重が任じられた。 生後三十日の祝には、金中より産木など、衆議の品々を賜り、釘家や家臣、町人に至るまで、様々な祝が、沈没を受けた。ガモウジサは、祖先のタワラ東だが、大むかげ大事に使ったと言い伝えられていた矢の根を、刀に仕立て直して送ったという。生後四ヶ月の九月十三日、早くも秀吉は鶴松を、後継者としようと期待し、ヨド伝と共に、 大阪城に迎え入れた。出発に際して、御用税天皇が祝賀として立ちを送り、釘や軍神も再び祝賀の品々を送ったが、鶴松は古紙に乗せられ、絢爛豪華な大行列を従えて、淀城から大阪城へと行進して入城した。天正18年の年賀を大阪城で迎えた鶴松は、2月13日に再び京の都に戻り、樹楽台に入った。 秀吉が小田原征伐に出生していた間は大阪城に戻り、その後は淀城にいたが、7月27日頃から病気になった。多門院日記によれば、幸福寺に供物が送られ奈良か菅神社では、祈祷が行われたといい、しばらくして全開した。秀吉は9月20日に遠征より外戦して、樹楽台に戻った。11月7日、朝鮮施設との越見に際して、 秀吉は中座して、鶴松を伴って現れ、鶴松が死者の前で証言を漏らして、秀吉を表せ、施設を憤慨させるという出来事があった。その後も多忙からか、あまり、淀城には立ち寄ることはできなかったと見られ、秀吉は頻繁に書状を交わして、鶴松の消息を問い、病弱な我が子を常に気にかけていた。 天正19年うるう1月3日に鶴松は病を発した。秀吉は全国の神社仏閣に病気平有の祈祷を命じ、再び、春日神社に300国の寄進がされて祈祷が行われ、しばらくして鶴松は回復した。しかし8月2日、また鶴松は病にかかった。再び全国の神社仏閣に病気平有の祈祷が命じられ、 春日神社には併有した、前回の祈祷の残り七百国の鬼神と、天正十六年に、大満所が病気になった、祭の祈祷の残り七千国、さらに新たに千国の方がを約束して祈祷させた。その他、様々な神仏にすがり、家臣や領民に至るまで祈祷させた。秀吉は天下の名誉を集めた。正雲院霊病秀吉本人も、東福寺で祈っていたが、 その間なく3日後の8月5日に、鶴松は、淀城で数え3つで死去した。その以外は、東福寺に運ばれた。秀吉の落胆は、大きく、6日、東福寺で田草を切って、毛に服した。徳川家康や毛利輝元ら諸大名や、金樹もこれにことごとく従って剃発し、髪の毛の束が束になったという。森役、石川光重は、 病心寺五十八世南下、元凶に神服していたので、同時で葬儀を行うように進言し、病心寺で葬儀があってこの寺に葬られることになった。鶴松の法名は、昭雲院伝玉原林行進道。7日、秀吉は、清水寺で気持ちを沈め、9日からは、有馬温泉に当時に向かったが、悲観に打ちひしがれていた。その後、秀吉は、 東山大仏殿の隣に鶴松の菩提寺として、昭雲寺を建立することを決め、南河岡遺として迎えた。同寺は、文禄二年に竣工した。慶長元年、昭雲寺には三百国の寺寮が寄進された。またこの時、ガモ氏里が送った矢尻里県、小鎧、木船玩具など、鶴松の遺物の数々も明神寺に,寺寺に寄贈されたが、これは、 現在も同時内の隣会に保存されている。豊臣氏滅亡後、将軍寺はかつて、秀吉と対立した根頃寺の僧に与えられ、寺社院となって、廃寺となったが、明神寺の鶴松霊廟は、現在もたま大鳥院の傍らにある。ありがとうございます。